八幡神社は、奈良県奈良市東区城町に鎮座する神社。大安寺の旧境内に鎮座し、元同時の鎮守神として、大安寺八幡宮と称された。また、山城国大山の岩清水、八幡宮の元宮であるとの伝承を持つことから、元岩清水、八幡宮と称し、あるいは辰野市四冠号の氏神とされたことから、合社岩清水八幡神社や辰野一八万宮等とも、 称された。なお、町内に当神社から誕生した、同盟神社が存在するので、合わせて記載する。王は2年5月11日の年を持つ、大安寺山田宮五鎮座記は、日東した、大安寺の僧侶行教が基調の都市に、武善国宇佐八万宮に参同してその新陰を、包帯、大道2年に、大安寺東室、第7院の岩清水坊に鎮座したのが起源で、 後に神殿を造営して潜座し、岩清水やあたぐうと合して、大安寺の鎮守神とした。が、上岸元年に神託によって、山城男山へ潜座したために改めてその後に、祀ったのが宗師であるとする。またい説として、法園六年に表された、七大寺巡礼式はそれ以前の最高二年に、行教が誕生して宗師したものとしている。鎮座地は、七大寺巡礼式に、 東東の北にありとあるように、かつては大安寺の地域に属して、南には同時の東東が建っていた。また、五鎮崎にある岩清水坊も、大安寺がらん絵図によると、原社地と大安寺の間にあったことが確認できる。なお、県庁7年以前の成立とされる、七大寺日記には、大安寺の近道の東に、南北一丁ほどに連なった僧帽の跡があることを、し、 その北から四番目の棒が、行教の棒であったとの頃の伝えを、紹介、ついでその傍らに、岩清水という井のがあることを述べるが、現社地北方の五霊神社境内にある、岩清水の井がその井の、衣装であるという。中世には、辰の市八万宮と称され、辰の市四家号の鎮守神として尊崇され、春日大社の聖洋に就任した者は必ず一度は、 頭役として禁止する定めであった。永昇元年に消失した記録があり、その後再考されたようであるが、元気2年の松永久秀の辰野市攻略等の戦乱で、大安寺とともに、水尾の道をたどり、文禄5年累る7月13日には、慶長伏見地震によって、同時と共に離災、その影響で、大安寺が一時廃寺の状態となったために独立し、在地の氏神として、 村民の手によって復興された。社殿によれば、文久三年に大修理を、1913年に、本殿と全末社の彩色を施している。当神社が、男山岩清水、八幡宮の元宮であるとの伝承については、七大寺日記も岩清水の意が現存することをもって、八幡岩清水の根本であると述べているが、対する男山八幡宮はこれを否認しており、 例えば天盟4年4月22日になんと七大事が共謀して、それぞれの鎮守神の御しを担いで上落、豪訴えに及ぶに際しては、幸福寺の首都が男山八万宮に対して、元宮である大安寺山田に従い信法を愚して参加するよう要求したところ、男山八万宮は逆に男山から感情したのが、 大安寺八和宮であると反論し、従って豪訴えへの参加を壊れる、いわれはないとこれを拒否している。多門院日記によれば、中世には8月17日が、祭礼日で、大安寺祭として賑わい、猿学の奉納も行われていた。また、宇治子である、大安寺地区に、座筋が厳然と保たれた左右に座の宮座があり、東屋の行事等も古来のしきたりで継続されている。 大安寺地区の宮座は観音道州左座と座州右座という二座があって祭祀にあたっての特権を有している。両座合わせて50件ほどの家で座を構えるが、座筋は限定され、左座、は大道2年に、宇佐から勘定した際に愚部したと伝わる中市の子孫を、右座は当地にあって出迎えたという堺井市の子孫を、称し、それぞれ氏神たる。 八幡神社との歴史的関係に基づいた足しを交えない株座となっている。左座は右座より上位とされ、左座から選ばれた一郎が終身職として両座を統括し、両座それぞれが定席より五人衆を選んで両座合わせた十人衆を結成、一郎を補佐する。座衆として入り座するには、明解式という儀式が必要で、 ほぼ11年後期に一郎と十人衆の講義で執行が決定され、入りがすると格座の末席に配される。かつては文字取り用名から成人名への改名が行われていた。また、座筋であっても分家した者は三年以内に当屋を務めない限りは一切の権利義務を失うが、座州本人が死亡し、後継男子がない場合でも遺族の座筋としての資格は維持される。 また、たとえ、獣人衆のものでも、町外に転居すれば、座を外されるとともに、座筋としての権利を失う。この場合、再度町内に寄住して獣人衆へ挨拶を、すれば、座筋として復帰できるが、座内の席順は、末席となる。ところで、当神社の宮座が、文献上で確認できるのは、多門院日記文明15年8月12日上が、初めてで、この段階では、 観音道集しか存在しなかったが、宮座の記録から聖徳2年に21名であった観音道集は、絶景や経済的な理由からか、法歴年間以前には15名に減少しており、祭礼に伴う諸芸能の工業費の年出にも苦心していたようである。一方、座外の者からは、教法17年に、堺氏が原文5年に、大西氏が八幡神社に田畑を寄進しており、 宮座を再建すべくこの両主を座に加えて新たな右座を創出したごとくで法歴4年の記録に初めて宮座と平座の両座が現れてくる。そこからこの段階において改めて各座の由緒端を作り特定の家計による封鎖的な株座として固定したものと考えられる。なお東九条と安全にも宮座が存在し東九条町の場合かつては 大安寺畜同様の株座であったが、1873年の基礎改正の影響で経営が困難となったために座筋を開放して他市の入り座を認める村座に改まった。境内には奈良県内にある陶器製の狛犬の中では最大の狛犬がある。大安寺の鎮守であるが安山に帰りとの信仰も集めており、そのために小安、八幡宮とも称される。本殿下に 土星の鳩が無数に並ぶが、それらは安山祈願に参拝した者が奉納したものという。若宮神社と竹内神社は本殿前左右に並び、鴨と払い殿の両神社を除く他の抹茶は本殿の三方を囲むように配されている。なお、鴨神社は1910年に千種の形で合祀された神社で、1891年の神社調査書は、 祭人を、いざなき命としているが、合死直前の1907年、添上郡祭人由位所長は、恩来人を祭人としている。大安寺淡田宮の南方をおよそ1キロメートル、東九条公民館前に鎮座する。鎮座地付近の大安寺淡田宮の氏子が、隔たった氏神を遥か廃するために1954年に、その文霊を祀る少子を営んだもの。ありがとうございます。